北海道大学水産学部の卒業生に在学時の思い出や現在のお仕事についてお話を伺いました。どうぞご覧ください。昭和56年漁業学科卒業、大橋仁志と申します。在学中は、2回やった乗船実習の思い出が一番大きいです。プラス、札幌時代から続けてやっていたアメリカンフットボールのクラブを水産学部で、作ることができました。今はもうなくなっているみたいなんですけども、何人かはOB がいるみたいです。とにかく若いですから、いろんなことに挑戦してみてください。トライアゲンです。昭和45年漁業学科卒業、経営学校さん、入江和彦です。はい、学生時代の思い出というのは、まあ、どちらかというと、クラブの方に結構力を入れてました。で、一つは、大学で1年生からずっとやっていたんですけども、空手部、それと、水産学部に移ってから空手部の他にフォークダンスをやってました。要するに、硬派とナンパ両方やってたというわけですね。これがやっぱり一番の思い出ですかね。それは勉強もね、ちゃんと真面目にはやってましたけどもね、思い出はそういうところですね。それから学生の時はそんなに思わないんですけども、自分がいかに恵まれた存在であるかということはですね、やっぱり十分自覚していただいたらなと思います。その上でですね、やっぱり、一生懸命何事にも力を入れて、学問もそうだし、それからスポーツもそうだしということで、やっぱりそんだけ自分がですね、社会の中ではですね、こういうその学生生活を送れるということはですね、非常に恵まれた存在ということで、十分意識してね、学生生活をですねしていただきたいなと思っております。以上ですね。それとやっぱり仲間はね、大切にしたいということでね、私自身も今卒業してもう、何年だ、昭和45年卒業してますから、50年ぐらいになるんですけども、やっぱり今同窓会活動でいろいろやらせていただいておりましてね、やっぱりそういった中で、仲間を大切にしてきてますので、皆さんも絆というか、そういうのをですね、十分なんていうかな、大切にしていただいてね、また卒業されたら同窓会の方にもいろいろ各地区にあるはずですから、顔を出していただいて、若い力をね、またそこで発揮していただけたらなと思います。以上です。はい、昭和61年、水産科学学科卒業、小島茂樹です。学生時代は硬式野球部と交響楽団にいました。野球部はずっと勝てないチームだったんですけど、仲間が10人ぐらい入ったかな、何年ぶりかで、1勝を挙げたんですけど、その際、自分自身は骨折して試合には出れませんでした。あともう一つ、交響楽団はですね、室内管弦楽団みたいな組織だったものを、交響楽団に友達が仕上げて第1回目の定期演奏会に出演することができました。皆さんの、おじいさんにあたるぐらいの年齢なんですけど、今思えば一番いい時期だったかなと思います。一生の友達ができたり、一生の思い出ができたり、とにかく、一番素晴らしい時期に皆さんはいらっしゃると思いますので、これからも頑張っていただけるといいと思います。コロナみたいなね、変なものも、今ありますけど、負けずに頑張ってください。